っち天気どうだった？午前中は持ったって感じ。ああ本当。だいたい昼ぐらいじゃなかった？午後か。あ、そんな時間まで降らんかったね。俺豊根におるときにパラパラしだして。あ、でもパラパラしたぐらいです。お昼ぐらいにパラパラしたぐらいなんでそんなに気づいてないかもしれない。いやあんまり変わらん、どこも同じぐらいに降っとるな。なんか天気予報で見たらさ、長野の方夜から降るみたいだったけど、もうずっと降っとったね。昼過ぎに長野入ってから、じゃない昼ぐらいから降り始めたって感じ。まあずっと小雨がついとるって感じ。同じだね。レーダーで見たらずっとやない、夜になっても完全に雨に覆われとったけど。やっぱこれ台風の影響なんだよね。うん、うん、そうそう、こんな具合です。うん、あ、違うの、でもお昼だったかな、お昼だったかも、うん、うんうんうん、お昼だ、そうだそうだ、うんうん、うん、ああ変わったの、早まったのかな。うん、うん、そうそう、まあ強い降りじゃないけどね。うん、そうそう、しとしと降っとる。うん、あ、そう、そうか、そう、もうだって台風が来るもんね。ああ知らんけど、そうじゃないのかな。